昭和32年、宇鹿島の山奥にそびえ立つ。おじいちゃんおばあちゃんが子供の頃に6年間通ってた峰の学校、風呂敷を担いで草履で通い、小さな鉛筆にキャップをつけて、小刀で鉛筆器用に研いで、教科書はお兄ちゃんのお下がりでした。食べ物の少ない時代、一つの食べ物を分け合った。裸足で運動場駆け巡って、家に帰ると近所の子守をして、親を少しでも楽させたくて、イワシ網漁を手伝いました。たくさんの兄弟、仕事求めて稼いだお金、家に仕送り、子は親のために、親は子のために、キラキラ目を輝かせて夢を抱いた。僕たちが生まれてなかった時代の遠い遠い昔の物語、様々な苦労が積み重なって、今現在に至ってること知りました。こうして今幸せなのは、おじいちゃんおばあちゃんのおかげなんだな。ありがとう。